ラップスターファイナルの自分の出番までマジでクソベラベラになっちゃってさうわ<ー>、うん、みたいな俺歌詞何にも覚えてないっつって <laughs> でもやりたかったんだよ俺が小学生中学生の時は日本人半分のハーフとか外人の半分多くてもいいぐらいいてそんなにいたんだそれはもうなんかパズル系歌詞ウォーリーを探せ系歌詞もあるし <laughs> <laughs> 何それ, <laughs> 何それ <laughs> 俺らドラッグが超好きだったから、はいはいはい。多分そのみんなが想像できるドラッグもう多分全部やってると思う。だから、本当一回それでどん底まで落ちちゃって、<laughs> 俺の友達、薬物やりすぎて飛び降りてちょっとなめてたというか、日本ってそんなゲットじゃないのみたいな。日本もゲットがある。<laughs> はい、ということで。 今回のゴールデンバーシューパーケスト、ヘズロンですよ。ろしくお願いします。わらわら。わらわらわら、よろしく。また、お久しぶり。久しぶり、一年ぶり。一年ぶりかいだね。一年ぶりじゃないでしょ。古い部分やったもん。あ、そうだ、そうだ。それが。思い出した。あれ、三月、四月。うん。そんなもんか。とかとか、とかとか。いや、かっこよかった。ありがとうございます。あの、応援しましたよ。もちろん。いや、悔しいですけど。 まあ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 次にね <laughs> 次につなげていく感じでねどうっすかえラップスターは何回かもう応募してんのいや初めてあ初めてのうん初めてでおお<ー>んか別にその応募するつもりとかも昔はなくてみた,いなたまたまなんかいやもっとやりたいなみたいなタイミングでできたからそう応募したんだけどみたいな 応募したタイミングと、その、車の免許の合宿取り行くタイミングが重なっちゃったから、マジで、マジでどっちか迷ってた、うわー、みたいな、車乗りてー、みたいな、そう、そこでちょっと迷ったんだけど、ラップスターが優先して、みたいな感じだね。まだ免許持ってないのじゃん。そう、まだ、心の免許だけ、そうそう、心の免許は所持してる。 そっか。いいぜ。そこは。そこはおもろいな。そこの二択があったのねそこの二択。おもろいで、超、俺は、葛藤してた。多分、一番葛藤したから。まさかのね。なるほどですね。ということで、まあ、もうね、応募動画から、生らかましましたけど。なま生な生ら北海道で。ちょっといいですかじゃあ、あの、離陸から行っちゃって。いいですかなんも、なんもない街。綾瀬。 AWS。カラテドワス。300ゲトって晴れ伸ばすいやいやいや。だし、俺はなれない。Ain't us。アイアス。アイ us ここはアイアス。I'n ナス。あ、ア I'n ス。アイア I'n イアン。アイアン。アイナス。なのでね、ここどういう意味なのいや、なんか、俺は誰にもなれないし、俺は俺だよみたいなので。はい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 。 そ,そこ入れてみたいな, <laughs> な<で>そう俺の地元マジで何もないからとりあえずそのそれ言うしかない <laughs> そ地元はこうやっぱそうそう何もないけどみたいな何もないけど俺いるよみたいなそう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 , <laughs> う,そ,うそういう意味も持ちつつんかでも結構 <laughs> 適当っちゃ適当かもしんない<ー>意外と意外と別にそんな深く考えて ではなないか基本的にやっぱ曲作る時はどうなの結構割とこうバイブスでというかあまあでも本当にその時とかうん、うん、その作る曲とかにも全然よってうん、うん、超ハイになりながら作る時もあれば、うん、もうなんかノリで作ったり、うん、っゲームしながら「はいはい、あやばい今行きたい」みたいな <laughs> <ー>そう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 ,もうなんかとりあえずスタジオい,いれば誰かしらやってるからその誰かしらのやって

養うイメージ。逆にね。逆にね。逆に俺がユキチをこう、養ってやるよっていう。そうそうそう。300万取る予定でいたから、300人のユキチみたいな。養うしかねえな。つって。それ一番だけう。だから俺はビッグダディでよ。あそういうビッグダディだ。そういうヤう養うダディを養うビッグダディでよ。へおもろいね。 そういうことなんだ。結構面白いでしょ。行くちがびっくりの話だと思ってた。じゃないんで。俺がびっくりで行くは子供たち。なるほどね。で、財布の腹、こう満たしていくみたいな。そうそう、財布の腹満たしていく。財布のお腹もまだガリガリだから。はい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 。そういうことだ。そういうことっすね。なので。うまいの回せ、月左。ガンジャスってなんし。 アフリカンボーイジャスカマシ<や>アフリカンボーイ,ボイジャスカマシいや、まあ、そこはもうそのまんま,ま,んま <laughs> うまいなもうそこ俺に回してくれよって感じだしアフリカンボーイって<あ>俺ここめっちゃいいな俺結構思ってな、ね、なんか、なんで俺も入れたかわかんないけど、うん、な,んなんなんだろうなんなんかのノリで、うん、俺は別にそのなんなんだろうそこも本当に 超考えてたわけじゃない。はい,はいはいはい。なんかもともと自分の曲でちょくちょく言ってて、うん、<coughs> まあなんか、俺はアフリカンの血も半分入ってるし、みたいな感じのノリで入れた歌詞だね。そしたらそれをシードさんが拾ってくれて、ナイスーナイスー <laughs> そこで、そうそう、まあカアフリカンボーイ、だコーミーやすけだね。 いやそうそうそう。通称だから別名作りたくてあちょっとそれやすけの時にやすけの時やすけの時にやそうだねせっかくだからねえまあちょっとその話は後からまあちょっと難しいなどこのタイミング話そうともえハーフでハーフミックスで半分が半分ナイジェリアナイジェリアと日本日本これってさどういう感じで出会ったとか知ってんの わかんない俺は今ほん自分の血がつながってる親父のことはあんまり知らないから、うん、そうなんかあんまり聞かないけどなんかまあどっかだって、うん、<laughs> 何かがあって俺が誕生して <laughs> 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 そうまあでも俺のお顔はなんかこう私はそういえばマリアって自分で言って,てほういやそのいやまあ頂上ギャグだよ <laughs> マリアはあのファクションアクテーなくても子供産んだから <laughs> みたいな <laughs> そ, <laughs> <laughs> そう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  知らねえよみたいな感じなんだけど <laughs> それもウケるで、ねうん、なるほどねえそ<う>自分のなんかさこ、まあ、やっぱこう、うん、まあ熱い安くにもちょっと話したいと思うんだけど、うん、やっぱ黒人の、まあ、見た目は違うわけや、ねうん日本に育ってきてる中で、まあ綾瀬とかさっき、うん、あの故、ー、郷の話っていうか沸騰の話だけど、うん、いたの めっちゃいるめっちゃいる綾瀬が超外人いっぱいはいはいはい日本人半分俺が学生とか本当小学生はい、はい、中学生の時は日本人半分のもう本当ハーフとか外人半分いってもいいぐらいいてそんなにいたんだだしその俺の地元は米軍基地があって厚木基地っ,っていうところがあるからその影響もあって結構多分その が多いよねだからまあ割とそのみんなフレンドリーだしそうんか結構わちゃわちゃしてる地元的には何もないからやることも限られてるしまあそうだよねそうそうそうだから結構わちゃわちゃした楽えい楽しいいねいいやつだし結構やっぱアフリカアメリカとのミックスポインかなアメリカもいるしアメリカブラジル俺が知ってるのはアメリカブラジル でも、まあ、ナイジェリア、俺たち。ガーナとか、またアフリカ多いな。とか、あと、まあ東南アジア。ベトナム、フィリピン、はいはい、なんかまあそこら、ね、辺。とか、あと、まあ、南米、東南アジア、まあアフリカ、まあ、アメリカあ、あとインド系。 インドとかパキスタンとかとかとか当そう結構足したよめっちゃ足したよな場所なんだね<う>て結構だから超いいあの地元にあるブラジル料理屋とかたまに食い行ったりとかそうそうインド料理屋のカレー食べ行ったりとか結構そうだから日本食が来たら、はい、みたいぜひぜひみたい <laughs> 確かに結構いいよ飯も結構意外だったわ そう現地もし俺が現地行っても多分そのこっちで慣れてるからもう行けんじゃねみたいな感じだし <laughs> そう結構なんかいっぱいいろんな人種がいる、えー、かだから多分こう俺の性格はこう結構オープンなんだと思ういろん,ん,ん,、うん、んな人種がいるからいろんな当たり前を見ててやっぱそこでオープンになったのかなみたいな思った。はいはいはい 結構そういうところあんまさなんか日本にあるイメージがなかったから意外にあるんだなと思ってそうなんだよねねそう駅もないし警察署もないのにそうなのそう駅もないし警察署もないのに人はもう謎にんでここいいんだよみたいな感じなんだけどそうそういう愉快な街だね俺の地元はおもろいな行ってみたいなぜひ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 って感じだねぜひぜひ黒い肌でこんにちは こんにちはその兄弟もあげる今日は彼女をさせないボンビーガール <laughs> 俺も飽きたんだよコンビニはコンビニ飯マジ味の変化なくてあじゃ飽きたわみたいな <laughs> ちょうどそれ動画撮る前そコン動画じゃ歌詞書く前飯食ってたらもう今日もコンビニだわみたいな <laughs> もうコンビニもういいよみたいな食いすぎてそ,うそれに合わせてなんかこう <laughs> <laughs> 合わせてってみたいな。逆にね。はい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 。結構パズルみたいに歌詞書いたり。それは多分パズル系歌詞。パズル系歌詞だ。それはもうなんかワード決めてそこに合わせるように。パズル系歌詞。パズル。あとウォーリーを探せ系歌詞もあるし。何それいろんな作り方ある。ウォーリーを探せってウォーリーを探せ系は例えばそう。なんかあの日常 に対してそう不満を持ってたら、はい、その不満なんでそんな不満を持ってるかまず探すウォーリーを探せっつって,言ってもそれただの名称だからなんか探しながら書いてる歌詞とかあったりやったりそれはパズル系ボンビーガールとかまあ貧乏、はい、まあ貧乏金ないからコンビニの飯食うしみたいな、うん、そうだね 面倒、まあ、くさいのもあんだけど普通、うん、に作るのが。だけど、まあ、コンビニのミシン飽きたしなみたいな。 300万ギョって、すスに焼き肉食いてみたいな感情意味で入れた。なるほどね。え、どういうコンビニ結構、結構さ、コンビニでも、日本のコンビニって結構うまいイメージあるんだけど、パイマートセブン。パイマートセブンだ。でも、ちょっとスイーツ、めっちゃアイスとか好きだから、夏はミップ。ミップミップってミニストップ。ああ、ミニストップ夏だけ、夏だけミップ、夏だけミップ行かしてもらって。弁当はセブンかな。 ベッドはセブンでアイスはミニソップ、ナスはミニソップだ。そこはちょっと分けさせてもらって。バジュルって違うといくけどね。意外と家の近くに3つあるから、ファミマセブンが3つあるから、うど調子。それで使い分けて。使い分けて。なるほどね。え、このさ、ちなみにさ、黒いはでこんにちは、その兄弟もげる今日は、これは黒人の話をしてるの いや兄弟俺の兄弟あ自分の兄弟だそうそうそうまあなんかそういう自分の兄弟もだしなんかこうほらやっぱミックスのやつもこうどん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 頑張れよみたいな意味でそうそうまあ兄弟と称してるそれをそうそうそうだからまあ一緒にやっていこうよはい何兄弟だったっけ俺は三人兄弟。三人兄弟の長男長男だそう妹と弟いる おなんか俺は似てるわ。ほんと。もう嫁いもっいうか。おおいいね。そうそうそう。俺、長男なんですよ、こう見えても。でも意外としっかりしてる。意外とね。意外としっかりしてる。ちゃんと自分でも。意外にしっかりしてるんだ俺みたいな。俺のクルーの中で、多分俺が一番まともだと思う。あ、そうなんだ。その正常なはうんその何かが何かが聞いてる時はそれらごめんなさいなんだけど、正常な時は多分俺が一番まとも。へー。 そう来るは何人いんだっけ ?8 人か八人の。8人、うん、だかんいろ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 別にそのなんかラップやってるやつとかじゃないやつもいたり、うん、はい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 そう8人ぐらいかなすごいねそうラップやってるやつは多分んれ。それサルビーンとか4人かな4人,だ4人5人ぐらい、うん、ほう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 ,いう感じの役りというほ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 うーうほ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 とあとなんかうほうほ あと服作ったりとか普通に仕事してるやつもいれば結構そのこのクルーができたのが俺が1617ぐらいの時だっなんで別にその最初みんなラップしてたわけじゃなくて、うん、なんかまあ普通に、あのー、なんかまあチーム作りたいよねみたいな。うんうんうん でまどんどん遊んでたらこういう感じ今結構だから遊び遊びだね遊びが大事頑張らない頑張らない頑張らないのが大事なんだ頑張らない基本的にはその頑張るをどうなんて言うんだろうなんかその頑張ってはないな楽しんでるって感じ近い音楽もなくライフスタイルをはいはいはい チームとクルーとやってるっていうなんかそうおちゃらけ集団, <laughs> 集団そうそうそうおちゃらけ集団って感じの <laughs> 結構しばらく長いよねだってもうだって20 <laughs> うん今21でうんうんどっちか言うてもそう今年22になる8月で22になるんだけどはは <laughs> はいはいほんと5五円以上かなおお<ー><う>すげえないやなんかねね こうなるとは俺も思ってなかったしなんかなっちゃったし結構横浜的には結構なんかもうねだいぶうんそうだねリーディングみたいな部分はあるのかうんわかんないなんかそういうのも何も気にせずやってるもうとりあえず楽しく楽しめればそれが第一な感じでやらしてもろっていいっすねいいっすねなるほどですね次いきますかそのためにゼロから1 一歩ずつ前目指し小さい一歩でもこの道一本で揺らす日本をする計画あすごめん揺らす日本をする計画同性学夢ならで学そこで差が開くコーナーで差をつけるコーナーに立ててよ少しははいはいはい、はい、あまあまあまあそこはもうほんと全部歌詞通りというか <laughs> うんうん,、うんうん、なんかまあ普通にセルしてた時期もうんプッシュしてた時期もあったんだ うんまあちょっとだけまあそんな幅広くないなんかまあ身内とかだけどまあ少しカラカセギたいからそうだよねうんまあ、なんかいろいろやったりとかはいはいはい基本的に俺らドラッグが超好きだったからはいはいはいドラッグに関しては多分そのみんなが想像できるドラッグまあヘロインとかはあれだけどうんうんもう多分全部やってると思うおお<ー>ぐらい超好きへえ<ー>そうそれは制作関係なく <laughs> あまあ、基本的にせもう最近は制作に使おうってなってるけど<う>昔はもうそのなんか見境なくというか <laughs> もうそのあればあるだけ <laughs> <laughs> そうだから本当一回それでどん底まで落ちちゃって、うんはいはい、っていうのはいやーもう本当人ほんと俳人3日ぐらいその友達に家いてなんか西東京に友達に家があるんだけどうん、うん、3日ぐらいそいつに家いてなんかもうとりあえずみんなが持ってきたドラッグテーブルの上バーみたいな。で もうただやるだけ。で、気づいたらもう、うわ、夜だ、みたいな。やばい、俺何してたんだろう、みたいな。でも、そういう生活、本当もう、何ヶ月ぐらいかな、本当、2ヶ月前後とか、だから60日ぐらい続いてて、ほうほうほう。で、なんかそのもう、自分らの本来の目的を忘れてて、忘れてた時期、うん、もうなんか本当、どん底、うん、もう落ちるとこまで落ちてた時期、もう薬物のせいで。うんうん だからちゃんとうまく向き合っていこうっつって、うん、結局のところ俺ら多分中毒者だから、うん、急にやめたら反動がでかいってなって何かに発散させる方法で使おうで、まあ、ちょっと本格的にラップ始めたり、うん、まあライブちょっと自分の方からなんか打ってやらせてもらったりそのライブ前とかに行って「<laughs> えみたいなそれを覚えたから今は超この制御できてる。 うんそう <coughs> そうなんだそうそうそうえそのさもう、まあ、ちょっとこれ深くなっちゃうと思うんだけど、うん、こそういう薬物だったりとかそういうところに手を出したきっかけというか、うん、そこまで言いっちゃった理由とかってなんかあったえー、なんかもう全部興味本位、うん、そのや知らないより知ってた方がいいでしょうん、うん、みたいなからどんどんエスカレートしてっちゃったハードなものに手を出してみたりとかうんそうだからまあでもまた なんか異次異次元には到達できるこう思考が超なんか <laughs> あのやばくなる <laughs> それはなんか普通ではないから、まあそ,ね、そのままぶっ飛んじゃう確かにぶっ飛んじゃうよねでもなんかそのきっかけは本当あのー、きっかけっていうかあのー、あれだよもう興味本位うん全部興味本位興味本位だそうそうそうそれがどんどんどん沼っていっちゃったというかどん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 沼っていっちゃった その時はそんなめっちゃ音楽活動してたわけじゃなかったんだ、うん、なんか基本的になんか趣味で曲作って、うん、でなんかいいなと思ったのを適当にサンドクラウドにあげたりしててまあだからその時結構そのお金稼ぐ方法がなかったから周りはプッシュしたりだとか、うん、まあなんかいろいろこう取っちゃったりだとか、うん、まあしてたんだけどまあそれはもうダメだってなって、うん、まあそういう。 役とかと一緒にもうやめてちゃんとやろうよってやっとこう形に今なりつつあるのかなみたいななんか音楽のおかげでそういうところまで来れたみたいなそれは絶対でかいそれがなかったら多分本当にもう全然ダメだったと思ううんうんんか生きてるゾンビ多分ゾンビになってたなるほどねはあなるほどな使われてます音楽にはいいね いんかそういう話を聞くと多分そういうこともそういうことかもいる気がするんだよね興味本位だったりとかまあやるなら本当に自己責任でまあそうだね本当にね進めてるわけじゃないですけどやるならちょっと自己責任やるのは全然いいと思うけど最後は結局自己責任だし気をつけて気をつけて気をつけてくださいなるほどですねはいはいはいだけどどう今となっちゃラップスターで フランチャイズみたいなことしてる。ここで掴む大型契約。翔平みたいに LA に飛ぶ。一回ここで切ろうかな。うん。そこはも。フランチャイズみたいなことしてるってのはどういうことだいや、なんか、フランチャイズっていう言葉を入れたかったかとりあえず入れてみて、まず。で、俺も後から意味調べて。な <laughs>、うん。<laughs> なんかなな、なんだっけ、なんかこう、<laughs> 企業なんか提案提供なんかその、 なんていうんだう俺もよく分かってないんだよ、ね、本当に超適当なんだよ。その、なんか、それを、俺なんかニュースかなんかで、なんかいいの響きがみたい。どうしても入れたい。 <laughs> だ意味わかんないから、それみたいなことしてるって言って、そうそうそうそ、うそう意味わかんないから、それみたいなことしてるっつって、で、なんかその、意味調べたら、契約がどうだろうみたいな書いてたから、その時ちょうど大谷翔平が、 超ビッグディールかましてたから、はいはいはい、なんかまあ、それにつなげるか、無理やり、みたいなので、<laughs> とりあえず入れておいた。<laughs> だだだね、まあ。そうそう。いいね。いいね。マジか、マジか、そう響き、響きが、<laughs> フランチャイズがみたいなお入れてんやな、ね、い。<laughs> <laughs> そうそう。 そんな感じだそういうことね。なるほどね。大型契約。使ってみたか使ってみたかったっていう。でも、ることはしゃべっうみた。意味わかんないからね。まあ、だから、あれね、プラチナーズとか、マクドナルドの本店で、個人の人がマックのことをこう、いろいろやりますよ。お笑いだ。なるほど。喉から手が出るほどにナイトタイプ。切っし、あ、すっごめん、切せ切さし生まれるモーニング。 喉元過ぎても俺の熱は冷めねえよなんかクラブクラブじゃねえスタジオとかいるときやっぱこう夜から朝までとかはいはいはいそれ多分その<何>なんでかど喉から手がえ、こっかあ、こっちこごめんあから手が出るほどに何て言うのあ、そうか喉から手が出るほどまあやっぱその欲しいよねみたいなそのうん、うん、いろんないろんなものはいはいはい、まあ、夜から、うん、夜切磋して、うん 生まれたモーニングやばい,い,、はい、い曲が生まれる朝で夜スタジオ入って切磋琢磨からやば、うん、い曲生まれたモーニングみたいななるほどね喉、ね、元すぎ,、まあ、ぎても熱さよまあそれはことわざ喉元すぎても暑さ喉元すぎれば暑さ忘れるみたいな,なんかうん、うん、ある、ね、んだけどまあ俺はその俺はそんなあの すぐには冷めないよみたいなんなんかまあ、あそこちょっとことわざで遊んでみたりなるほどっすね <laughs> そうそういいねこれは、まあ、ラップして出てきたやつ、うん、声出して喉元すぎてもう出てたとしても俺の一生懸そうそうそう冷めないよみたいなうんなるほどっすね <laughs> いいっすね経験がさした俺を成長世間の腫れ物が好印象ここで俺が上がればやつらにも言える調子どう、うん、ほうほうほう地元帰り見上げ話言わせない今日どうしよう 明日というか先を見せる俺は俺にペット勝負みたいな感じですねみたいな感じですねそうそうそうまあなんか今日どうしよううんまあそのやっぱさっきも言ってみたいにこううわなんか今日どうしようみたいなははいはい,、はい。もうそそれはもう絶対ダメなんだよああなるほどねその今日どうしようじゃなくてもうこうちゃんと プランを立てようよう <laughs>、ね、悪いことをするために今日どうしようって考えるなよっていうそうそうそう今日出てから稼ごうをこう、うん、どっちの思考に持っていくかみたいなはいは,い,はい,、はい、いいことでクリーンな金でちゃんと稼いでいこうよみたいな,、うん、まあなんかそういう意味が,意味があるよねなるほどかかっちゃったりして、うん、世間の腫れ物が婚印象っていうのはここは どういうことの話をしてるんですうん、なんかまあ多分俺ら世間的にもう確実な晴れ者だから、もう、ね、<laughs> 完全にピンポ完全俺らニキビ。<laughs> そうそうそう。ね、そうそう。だから、まあそれでも、まあこう、好印象を与えられるように。 まあちゃんとやってきますみたいな意思表示だし、そのこうまあいなんかそういう感じ意思表示というは,は,はい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 。ういういもうなんかヒップホップはなんかそれがそうなんかそういう風潮だし。そうだよね。そう、まあそっからなんかまあたまにいるじゃん、こうラップ始めてどんどんわ悪い方向に行くやつ。はいはいはい。逆にね。いやー超ダサいし、うんうん。そうじゃないからみたいな。そうね。こう俺が やりたいのは悪いことしてたけどいろいろ迷惑かけたけどみたいな腫れ物だったけどこう印象残していくからこれからみたいなうん、うん、ちゃんとしていくからみたいな感じはいはい、はい、なるほどねいいねヒップホップやねうんなるほどねほうほうほうベッドいいな、うん、他のことは今じゃもう上の空、うん、寝る前になっちまう不安の相場 まあ、それはだから、まあ、ちょっとその時もや、やっきい、やっき通じきだったから、あな,ね、まあなんかこう、いろんなこと考えると、寝る前、シらフだと、うわー、みたいな考えちゃう,うん、みたいな。でもまあ、他のことを上の空だから、もう一旦その時はラップスターに集中して,って感じだ、ね、うん。なるほどね。うん、だから今しかない瞬間で掴むみを、マニー。そんでいい報告するよ、一人のマミー。いや、うん、それはもう,うんまんま。そうね。 まあまあいい報告したまあ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 またまあ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 まのまあ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 っあまとまあ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 まなまあ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 まんまあ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 まいまあ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 あまああま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 あ だそれこそ、一番見たくなかったのが、キャンプ、ええ。あ、そうなんだ。で、あれ、多分、その、DM でもちょくちょく来て、その、キャラ作んなよ、みたいな。<laughs> その、まあ、来てたんだけど、その、いや、これで、俺キャラ作るのとか、マジ無理なんだ。はい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 。でも、完全にあれが素けうん。なんだけど、うわー、みたいな、俺、いつも通りすぎて、マジ、やべえわ、みたいになっちゃって。<laughs> それは、帰りのバスとか、超考えてた。うわ、やばい、俺はあそこやってたみたいな。<laughs> そう、だからもう、うわー、みたいな、俺消してほしいだよ、みたいな。俺の担当のマネージャーの人にちょっと、あのー、俺の、まじ、ベロベロになってるとこ、まじ消してください、みたいな。<laughs> オッケーですって言われたのに、全部オンエアされてたから、<laughs> ふざけんなよ、みたいな。<laughs> そう、まじで、うわ、最悪だ、みたいな。<laughs> そう。だからなんか、<laughs> あまあ、通して。まあ、はずい、はずいよね。いね。い自分のそういうの見るのは。<laughs> 意外に恥ずかしいんだね。いや、恥ずかしい。できないで。見れない、見れない。そっか。そういうもんなんだね。いや、俺はね。俺はね。そうだ、代わりに友達に見てもらう。おえ、フィードバックもくれるのやっぱ周りとか。これどうやって当だってよとか。うん。だし、俺の地元のやつは超、そのなんか、超正直。おそのイエスマンがマジでいないから。はいはいはい例えばこう、じゃ仮に、俺がやべんだよな、この曲、昨日作ったんだよって聞かしても、いや、これは多分。 聞かないねみたいなうわっうーきっつうみたいなうマジかみたいなでもそう言ってもらえる方が俺もなんかもよるしいはい,はい、はい、それから超そのなんかいい意味でなんていうのネガティブなことも言ってくれるというかはい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 。そうだから超正直うん。だからその俺の見てみんなが「ああもう結構よかったよ」つってだから「お、うん、じゃあいいんだべ」っつってははいはい,はい、はい、まあ、結構そういう感じの、ね。 周りや、はいはい、俺や、歌詞や、そんな感じです、ね。<laughs> なるほどね。いいっすね。いやそういう場合由だよね。やっぱさ、どうしても。いや、超、超大事、超大事。ね、もうそのなんかね、周りに結構やっぱいるけど、そのなんか、あ、うん、いいね。全部いいね。みたいな。それはなんか違うよね。本当の意味での友達じゃない気がする。確か,確かに、確かに。ちゃんと、ちゃんとね、なんか上部も嫌だし。うん,うん。そりゃそうだろだから。 まあいいやつらばっかりはいはいはいなるほどねなじもともいいっすね <laughs> そしてフットステージねフットステージ仕事って言えばフットステージですけどこれもよかったっすね雨のち晴れピクニック雨のちいやもう題 <laughs> 名が最高やなみたいな <laughs> 最初なんか <laughs> 最初は題名何にしますかみたいな <laughs> はい,はい,はい、はい、うわーみたいな最初そうか歌手の頭が始まりはいつも雨だったからそうだねマジで。 マジな話、うん、レイニーなんとかだな、みたいな。<laughs> レイニーなんとかにしようとしてたんだよ。しかもその、ライブ、歌詞 <laughs>、その曲名決めたのが、うん、その、ファイナルステージの、なんか本当数日前とかだったから。お、ほいほいほい。レイニーデイズあるんだよ。<laughs> うわ、レイニー系撮られたみたいな。<laughs> <laughs> レイニー系撮られたらどうしよう、みたいなのあって。 分かったレイ,ニーレイニーはちょっと残したいと。まあ雨だな <laughs> う。そうだよね。でまあビートが結構ピクニックっぽかったからはい、はい、じゃあもうちょっと雨のち春ピクニックで行っちゃうかっつ <laughs> って <laughs> そうそう結構だからまああれはおふざけだね。<laughs> そうそう雨のち春ピクニック。<laughs> なるほどね。名前もいいでしょ。今もい,い,いや、めちゃくちゃいい。<laughs> めちゃ,ちゃ<構>残ったもん結構いい感じ。結構いい感じ。<laughs> えー、だ最初みんなに見せ、<laughs> 雨のち晴れピクニックみたいな。何これみたいな。それまあ、なるよね。楽しみにして、ね。そうそうそう。<laughs> <laughs> おもろいなそう,なで,すそうなですねいやいいめっちゃいい題、ね、イ、ね、ちょっとここに行きますか、うん、始まりはいつも雨さっき言ったけどね、うん、そこに種をまいて待ってたけど何も見ならねえ、うん、決めた俺を取り巻く役や外野から一抜ける役だ、ね、役役だ、うん、役ね<う>水が出ない生活から水を垂らす腕時計いやーそうだね、うん、なんかまあそこなんか始める時とかってやっぱこうまあヘイトとか うん。されることがもう確実にあるじゃん。まあそうだね。例えば、いやなんかやろうと思ってんだよね、みたいな。うん、いや、それやめときなよ、みたいな。うん、できないよ、みたいなうん、うんで。そういうのを、いわゆる雨として見て、はいはい、まあなんか、そこで、こう、例えばじゃあ、こう、まあできないのかな、みたいな。うん、待ってても、いや、でもな、みたいな感じになっても、結局その、 種は実んないから、どうせそのやるんだったらもう自分から動いていこうよ。うん、だけど動けなかったよね。だから今までできなかった。で、そこに種まいても無理だったんだけど、うんうん、決めたんだよ。もうそれはしないみたいな。はい、そうね。その突き進むのみだみたいな。だからまあちょっといろいろそういう悪いこととか、一回そういう、ね、あのー、 そのドラッグとかもやめて一回ちょっとマジになろうみたいな。うん、だし、まあ、昔普通にあれ、ね、ちっちゃい時とかまあ水,水道止まることとかあったから、うん、まあなんかあのまあその。

そっかだから結局その一番下の生活をしてたからうん、うん、むしろこう楽、うん、そのやっぱ元がゼロだからそ,う、ね、もうそれゼロを知ってたあとはもう上がるしかないからかそれは逆に良かったのかなとか思ったりそうだからまあちっちゃい時の経験が今につながってるのかなみたいな。はははいはいはい、はい 結構ドリップやっぱ、腕時計うん、ま、あしたいよね。うん。プレインジェーンも欲しいけど。プレインジェーン欲しい。欲しいけど、ま、一発ちょっと分からしたい。一発分からしたい。ああ、みたいな。しかも、あの、俺がやりたいのは、なんかこう、別に、超見せびらかしたいわけじゃなくて。はいはいはい。なんか長袖とか着てて、みたいな。わっつーみたいな。った時に、え、キラキラキラみたいな。え、何それみたいな。あ、これってやりたい。マジそれが一番。それ、それやるために今、超頑張ってる。 それうそうから超フレックスしたいわけじゃなくて、あなんかそれ、何今の光ってんのみたいなそ、そういうなんかちょっと見えないところで、タトゥーとかもあんまり見えないところに入れなくて、ああ、そうか、そうか、まあ、首とかも入ってないもんね、ま、首とかも入って、まあ、将来的にも、なんか脱いだらあ、あるんだみたいな、サプライズ系が強いのかもしれない、あんま見せびらかしたくない <laughs> あ<ー>っていうか、そ地形のタイプなんで、意外とね、もの、ね、<laughs> によるけど、<laughs> <laughs> そうそうそう。 あんまりなんかフレックスとかしたくなくて欲しい時計とかも決まってるああまあ決まってる決まってるおおか3つぐらいある三つぐらいあるんだでも全部高いからまあちょっとそれはもう買ってからちゃんと買ってからねみんなに報告ってことでみんなに報告そうなんですよいいっすねなるほどなるほどオッケーオッケーオッシーマイベもう時間だ行かなきゃ 長旅になりそうだからしっかり巻くぜベルトはだって待ってる仲間たちと上がってく結ぶフォースワントップで煽おうって約束して出るではなんかそこは玄関行った時にその箇所思いついてほうなんかそのフォースワン持っててうん、うん、でマジで時間なくてうんうん うわあ、時間ねーみたいな。はいはいはい。時間ないけど、とりあえず、その、シューレース俺、いつも買えるから。うん、あそうだ。あそうそう。き綺麗なシューレース、なんか、その、色る靴に合うシューレースとかに変えるから、<ー>それやってて、時間なくてそれやってるせいで、<laughs> やべえ、時間ねーみたいな。<laughs> うわあ、つって、あ時間ないか、みたいな。時間ないな、みたいな。で、まあ、でその時結構、その、なんだろう、そのベルトっていうのは、あの何、何チャンピオンベルト。 いはいはいはい。っていう、長旅、長旅になるっていうのは、 フットステージで終わらなくて、ファイナルまで行くから、長旅になるわけで。なるほどね。そう、だからその、その時出かける瞬間と、その状況がもう完璧にこう、マッチしてて、あ、ダメだみたいな、これ一回ちょっと歌詞書かなきゃ、って。<笑><笑>そ,うそうそうそう。そううだから、やばい時間だけど、時間だしもう行かなきゃ、みたいな。長旅になりそうだから、ちゃんとベルトは負けよっ、つって。うんうん、まあ、それも、なんかその、その日、ズボンのベルトが、あの、ダボ、うん、ズボンがダボダボだったから、はいはい ちゃんとベルト閉めてみたいなそこで全部入れて<ー>それでまあ結ぶフォースワンで、うん、なんかその出かける前っていうか、まあ、その前日か前の日に友達と電話しててもあの韓国人の友達なんだけど俺たちはなんかトップで会う、うん、会うんで会うみたいな,なんか電話しててそれ入れるかみたいなお<ー>でもフォースワンをドア開けてはい、はい、でトップまで 出かけますみたいな<ー>そうそう,そう,そう意味なるほどっすねここもいいよね <laughs> 最初は我々ものでもいいや <laughs> なんかそこはなんかそのか <laughs> それその服のところは<う>あのドラえもん見てて <laughs> ああそういうこと <laughs> ドラえもん見ててジャイアンリサイタルっていうのがあるんだけどほう イアンリサイタルみたいなフック作りてえと思っててそういうことなの？そうそうそういやなんかこうなんていうのかなガキ大将みたいなフック作りてえなとんかちょっとその感はあるでしょそうそそそそうううういうの作りてえみたいなで作ったフック。 そういううことだ。そまあ歌えればいいかなとか思ってはい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 まあその決勝行くつもりでいたからそうだねもうなくその決勝の風景をこう想像しながらジャイアンリサイタルするかみたいなははいいそうそうそんな感じでちょっとそういうことだ作ったねそのカラオケフックね結構耳に残るような割れた分だけあるそうだよね仕事悩みマジ金がねえななのもたか後げとるだだけそうね完全だからそこはもうその最終ステージファイナル行くために たなるほどねそういうことかそ<う>やばいないいなやっぱみんな稼ぎたい、うん、島なこになって朝昼晩、うん、俺の成功を祈る家族仲間重い朝日を拝む神頼みじゃ何か欲しい言って残る涙のみ神から処方されたセンス夢をつかむ、うん、ですねまあ なんかそう本当にそのまんまだねなんか待ってでも時間は過ぎていくだけだし自分で何かしないと何もできないよねっていうだからまあドゥドゥドゥ行動あるのみまずは自分にも行ってる自分に言ってるこれに関してはねそういうことか 昔は家でお湯すら出ない自分で熱くするしかないこのシーンみたいに親がいなかったり仲間自殺未遂世間は言った俺らにクズだけど目はそらさないそれは昔の実体験とかんかそれこそ,その俺の友達はそのなんか薬物やりすぎてその自殺未遂しちゃって飛び降りて、うん おマジそう飛び降りたりとかなんかしたからそういう本当はもっとそこをもっと生々しかった最初あそうなの最初書いたリリックはもう超生々しかった、うん、それでも超なんか抑えた感じなんだけどさすがに生々しすぎてこれアベマでも多分言えないなみたいなぐらい<ー>そう<の> だけどこれはちゃんとリアルなこと伝えたいと思ったし、自分どうせフットステージだし、身の回り、自分の身に起きていることだから、なんかそういう <coughs>、こういうことあるけどみたいな,な、別に同情されたいわけじゃなくて、本当にこう、なんていうのかな、周りはこうだし、なんだけどその中でみたいな意味で書いた、全部リアルな、本当の出来事、過去の出来事とかはい、はい。 そそううっていう感じだね。そこの歌詞は結構生々しい <coughs> YouTube でも言えないぐらいうん結構生々しいあそうなんだ、うん、<う>まあなんかちょい聞けないああいいよそのなんかそいつはなんかその <laughs> その歌詞についてそれとその、はい、まあその歌詞でもいいしその中身で怒ったことでもいいしあなんかそいつがこう <coughs> 追いすぎちゃって、うんうん、でなんかその一回精神病院入ってもう頭がおかしくなっちゃったから 出てきたんだけどこうまたやっちゃって、うん、なんかもうこう誰かと,と見えない誰かと戦っててやばいわみたいなもうこうもう俺は多分この世にいちゃいけない存在だぐらいまで、まあ、なんか最後追い詰められてで,そ,のでそいつと電話したその次の日に他の仲間から電話かかってきてやばいみたいなあいつが今病院にいるっつって、うん、えっどういうことみたいなあ <laughs> いつ飛び降りたんだよねみたいな。 マンンションの5階かな5階,5階から飛び降りてここ、えー、と鼻だと前,前歯全部前,前歯としたら前歯ってもう歯の前ね全部なくなってで顎もなくなっちゃってだからここにボルト入れたりとか<ー>しちゃって病院行ったらもう顔とか <laughs> <laughs> 超ぐちゃぐちゃになっててやばいお前お前やばいじゃんみたいな「お前超ブスすじゃん」っつって「<laughs> いやお前死ぬかけたわみたいなそうでもなんかこうそこでちゃんと再確認して「うん、もうお前は導かれてるんだよっって」っ、うん、うだねこんなところで死んでいいあの魂じゃなかったんだ」つってそこでそいつもラップやってるからあそうなんだそうなんかこう「<laughs> まあじゃあちょっとお前がこうなったから俺らもっと頑張るわっつって、なんかその、そいつが入院してる間とかに、超いろいろ動きまくって、でやってた感じかな。まあ結構これもライトに話したから。まあそうね。まあでもこれぐらいで。まあでもそういうことが身に起きてたからこそ、うん、 こう、まあなんか団結力というか、こう、チームの、あれがもっと高まったのかな、みたいな。出来事だったね。まあ、それにしてもぐちゃぐちゃだったけどね、<laughs> 忘れないね。はい、見たんだ、じゃあ。ちゃんと見た。その、本当一週間後ぐらいに見て。うわー、みたいな。食ってる飯とかも、ゲロみたいな。あの <laughs>、お粥みたいなのもよくわかんない。もう、これしか食えないんだよ、みたいな <laughs>。 すごいねなんかさ結構ちょっと俺もちょっと言い方薄いけどちょっとなめてたというか日本ってそんだけトじゃないねみたいな思ってる人いると思うよ思思ってるる人いとうけどやっぱそのまあ他の国に比べたら殺人とかはないないけど結局その格差はあるからそうだね その、まあ、どっちにいるかによって、うん、マジで視点って変わってくるじゃん。そ,ね、その、何にもない生活してた、その人たちは、でも、はい、それがちゃんとわかると思う。うん、その、日本も下等がある。うんはい、はいはいはい。確実にある。そうね。その、まあ、その殺人とか、その事件とかじゃなくても、うんうん、そういう生活はある。もう普通にこう、まあ普通にこう、じゃ学校とか行けたり、 まあ、当たり前って呼ばれてる生活をしてる人に対して、うん、多分これ言っても、まあ、伝わらないと思うんで、ね。まあ、そうだよね。だってその人の当たり前と、その、低所得者とか、その底辺にいた人の当たり前は、まあ、やっぱ全然違うから。うん。まあ、俺はその、何にもない側の人間だし、こう、そっからどんどん成り上がって、まあ、なんかその、両方の目を見てるからこそ、 まあ自,分自分はまだなんだけどね。こう周りがこう、お金持ちになってったりとかして、はい、この両方の目を見てるからこそまあ言えるけど、やっぱ日本にもちゃんとそ、ちゃんとって言い方あるかな。まあでも日本にもあるね。そういう下塔って言われる、いわゆる下塔って言われる場所は、確実にあると思う。うん、そうだよね。だし俺もそういうところが地元だし、結局。まあなんかこう、味方の問題なのかな。まあそう,みたいなそう。殺人とか事件とか起こんなくても、こう、 まあ、変な変なっていうかなんて言う、まあ、難しいね <laughs> いやでも言ってること,ること分かるでしょう本当にだからまあそういうとこからてか多分今こう日本の有名な人とかも多分そういうとこ出身だと思うし、はい、こうやっぱ分かんない人はそう「日本にゲトとなんてねえよ」って言うけどうん、うん、別にそれはもう。うん 知らねえよって感じ。確かに俺、いたしそこに、そうだね。うるせえよ、みたいな。いや、なんか結構さ、まあ、このチャンネルとかもさ、やっぱ結構海外の人が見てくれてて、やっぱその、海外の人たちを持ってる日本っていうイメージ、アニメだったりとか。ああ、まあまあまあ。綺麗で、治安が良くてとか、そういうイメージが。まジ、それを言うと、海外人向けに言うと、マジ、この国は、まあ、これは俺が思う、思うに、全然、マジ腐ってる。 いやもう本当にね、こう、なんか政治が腐ってる気がする。<laughs> は,いは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 い。まあなんか、うん、こうんこ結構思想的なこと言うのもあれだから。いや、いいよ、ね、別にあれなんだけど。うんうん、なんかこう、良くないな。良くないって思う。こう、う若いやつに対して。ああ<ー>。超なんか、やっていきたいんだけど、やっぱこう、潰されちゃったりとか。うん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 。なんかあるよね。あるね。特に日本はこう、年功序列みたいなは,は,いはいはいはい。超強いイメージだから。 やっぱこうなんかしようとすると出る杭を打たれるじゃないけど、うん、なんかそういう風潮が超強いイメージ。確かに。まあでもいい部分、いい部分だけ見てたら超いいと思うけど、そうだね。こう多分、日本、海外から日本に住ん、日本に住み出して仕事とかし始めた人とかは、多分それは自然に感じてくると思う。うん。こうなんか、何に使われてるかわかんない税金とか、とかとか、そういうその、めっちゃ払って、 給料とかもなんか超引かれたりとか別に他知らないけどなんかまあこういい部分だけ見てたら超いい国かもしれないねだから観光ぐらいがちょうどいいと思う住むってなったらマジ <laughs> 住むってなったらちょっとまあ俺はどうなのかなみたいな, <laughs> な、ね、でも俺は超日本好きだし日本ブラックの地入ってるけど日本人だからまあこう誇りはちゃんとあるしうん、うん、日本人としてのね,なるほどねでもまあこう何か変えたいっていう気持ちはある なんか小さいことでもいいから、うんうん、まずはなななに。何かしらを変えたいかな。う、ねうん、なんか俺、都知事選とか見てても、なんかすげえ思った。俺、全然投票とかしてないんだけど、だ俺、東京都民じゃないかな、ね、まず。なんか、わかったでしょそのな、こう、うな、本当にそれなのみなこう本当に、<laughs> 本当にみんなに意見を聞いてるのに、で <laughs>、ね、やっぱ、まあ感じるものはあったでしょう、<ー>少なからず。そう、なんかその若い子たちがどうのこう、なんかさ、まあ、昔から日本ってそうと思うんだけどさ、うん、こう上にいる立場いる人たちだったりとか、大人の人たちがずっとこう、権力を持ってる社会で、うん、なんか、体裁はめちゃくちゃいい国だからさ、日本ってすごい。うん、<laughs> そうだね。なんか、あの、問題があんま浮き彫りになりづらいというか、うん、で、なんか若い子たちがこんなに、なんか、なんか、政治に興味ない理由とかも、 若者にも問題はあるかもしれないけど、うん、今回の自震とか見てても若い人たちが投票するような人たちは絶対勝てなくて投票するような人たちは取り上げられなくてわかるみたいなおじさんたちおばさんたち、まあ、ちょっと言い方あれだけど年齢が上の人たちが投票する人たちだけが今回勝つと思いますみたいな、うん、そうなんかなんか,なんかこうずるいよねいろいろ <laughs> そ,う、ね、<laughs> そうそうなんか俺らの声も聞いてよみたいな、うん、確かにうんうんだうしん、うん、俺らがこ,うこの国の未来なのにうん、うん、そこでずっとなんかいられてもそうね だからまあ、なんとかして。どの業界もそうだからね。まあでもそうだよな。やっぱ業界がそうだから、日本社会がそうだから、どの業界もそうなのかなっていう。めっちゃ、まあなんか、深い話にはなんだけど、まあなんかこう、何かしら変えれたら、確かにね、いいかなみたいな。ヒップホップだからいいんじゃないね。ニュースカルチャーだから。うなんかこう、立場が弱い人たちを代表してじゃないけど、こう、やっていけたら、そうだね。超いいかな。確かにね。 ここめっちゃ好きなんだな、ら、あ、おらちょっと。目にごめん読めないんだなんだっけ子供あ目に子供が寄り添い、人見になるように。それはわらべ、わらべって言うのに。わらべっていうのは、子供って意味。そう,そうだよね。そうそうそう。目に子供が寄り添い、人見になるように、俺が夫に寄り添いヘズロンになっていくらしい。うん、なんか今日、それって感じ見てて、普通に、なんかその。<laughs> なんで俺もその歌詞出たかめっちゃ不思議だよね急にみたいなそうそうそうなんか漢字見ててなんで出たんだろうみたいななんか漢字見てたらその漢字あ漢字日本語のそのできた由来漢字のできた由来とかを見てたんだよはい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 日本のそうら言葉ってさひらがなカタカナ漢字あって 漢字とかって結構その形から持ってきてるみたいな。川だったらほら。うん。そうそうそう。川。あなるほどね。そうそう、川とか山とかもさ、こう。確かに。そういうの見てた関連で、はい。なんかその、いっぱい意味がある感じみたいな。目とか、はい。そうそう、なんかいっぱい意味がある感じシリーズで、多分その目、目のところ来て、ああ、目、目と子供か、みたいな。はい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 。うん、なんかそこでちょっとなんか、 変ななこと言おうかな <laughs> てそうできたのがたぶんそれな気がするそれだった気がする <laughs> そんな感じだったそんな感じだった <laughs> そんな感じったここいいよね俺がよりへぞになっていくらしい、うん、おーなるほどね、うん、瞳になるようにこれが本当にそに瞳っていう感じはその子供とわらわが寄り添って瞳だから いやー、なんか知らない。俺は、俺がそういう言い方しちゃっただけで。そういうことか。そうそうそう。自分の、本来作られた目的とか分かんないけど、俺はそう感じたから、そういうことか。俺はそう言っただけで。ほー、なるほどね。おもろい。うん。なっていくらしい。今日がもう明日に手をかけてる。想像がリアルになっていく。今は期待い道な未来に俺、チンコ膨らまして。うん。僕もいいよね。うん。そこはなんか、相模原の、ブロンケイっていうラッパーがいて、うん。 ブロンケのサンプリングだね、そのチンコんところ。そうなんかブロンケ超カッコロマンティックシティっていう曲なんだけど、超かっこいいね。しかも地元同じ神奈川で、近くて、でなんかまあたまたま聞いててチンコ使いてみたいな、そのいや変な意味じゃない。そうそうそう、なんかそのいやまあそキモいけど、そのなんかこう。 ななんていうのかな、まあ、そういう意味で使いたいみたいなこう<ー>未来に興奮してるというかっていう意味で,でも興奮だとなんかパンチが弱いなみたいなだからこうもうチンコって言っちゃおうっつって <laughs> チンコって言っちゃっただし <laughs> 担当の人にまじ最初「マジっすか?」みたいな「チンコマジっすか?」みたいな「チンコマジっすねっっ」っいやもう。<laughs> これでいっちゃおうよってそうそうなんだそうちょっとおしぼんだっちょっとそうしぼんじゃって寒い時みたいになっちゃってそうだからまあなんだけど結果結果よかったからまあいいのかなみたいななるほどチンコマジっすかって歌詞とかも言われるんだこれマジっすかとかこれどうなんですかとかそれこそさっきの薬物のあれとかもああそっかちょっとこういやどうなのかなみたいなあって言われたんだうんなるほどね あそういうのもあるんだね意外だねある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 センサリングそうまあヒップホップなのにあちょっとやる<や>っ,っていうよりもこうアドバイスだねうんなるほどねこうなんか別にいいと思うんだけどうん,、うん、なんかあのもっとこうすればこうなると僕は思うんですよねみたいなああそういうことでその人が思ってるってことは多分他の人も多分まあ思ってるんだよはい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 第三者の意見って超大事だねまあそうだね<ら>そうだねうん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  まだからまあ、ちょっと変えるか、っつって。そうそう,そう,そう <laughs> でもまあ、チンコは変えなかったね。ね <laughs> <う>え、これはその、センサリングの部分っていうよりかは、歌詞、え、どういう感じで言われるのああ、なんか別にその、超楽だよ。そう、<ー>なんかあの、いや、これはもうダメだよ、みたいなのは一切ない。あ<ー>けど、なんかそ,その人個人のアドバイス。んうん。だからもし、もしってかそう、このまま行くよりかは、もうちょっとこう、 ニュアンスを変えた方が変えてもいいんじゃないですかみたいな言われたりあそうって思うところもあればいや間違いないってなる部分もあるからいいとこだけピックしてってそうそううまくなるほどねそれは音楽的な部分でってことそれとも番組をやる上でってことまあでも番組じゃないそか。やっぱそこは審査されるっていう部分も踏まえてのあれだから 私まあこう俺の担当のマネージャーの人が3回連続優勝してる人だったから、うん、あそうなのそうだから俺で半端,の半端ないんだよ <laughs> で俺その「ラプスターの」うん、あの収録「サイファー」の収録の前日 あのビクターのとこ行って前回あ、えっと、前あ前回か、うん、前回かラップスター王者のビクターの家行って担当マネージャー誰みたいな俺マッチャンなんだよマッチャンだみたいな俺去年マッチャン,ンだよみたいなうえっ、ー、つって,ってちなみにマッチャン今3回連続で優勝してるから4回目よろしくないみたいなうわお重<ー>みたいなプレッシャーやばみたいな <laughs> まあまあ頑張れよっつってそれも、まあ、やっぱ3回連続優勝者導いてるから、うん、結構こう なんていうのかだからそれでそれを知ってたからそういうアドバイスをちゃんと聞いていいとこだけピックしてってみたいなことそうそうそうやっぱ番組だからそういうふうにちゃんとついてくれる人かもいまあそうだねあれはまあ勝負だからね結果的に勝ち負けついちゃうそうそう結果がちゃんと勝敗ついちゃうからそこをちゃんと考えてた人なんだと思うなるほどねへえそういうスタポートもありつつって感じなんだねおもろいなそういうことかいやいいね まあちょっとこれ、まあ結構安け。うん。個人的にめっちゃ好きです。安けね、うん、公ウミン・ヤスケ。コウミン・ヤスケ。コいやー、この曲は俺今日普通に鳥肌立ったよね、最初聞いた時これやべえじゃんみたいな。うん、まあファイナルをめっちゃ上がったしの。安けね、なんか、安けたまたま、アニメちょっと前見てて。うん、ああ、はいはいはい、ネットリックスの。そう、ネットリックスの。で、なんかその最初、別に、本当は、 そういう感じじゃなかったんだけど俺の対戦相手がシェイダでそうだよね。でシェイダ多分超英語バチバチで来るべっていうその俺の予想、ね、はい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 だったら俺はもうもろ日本語でいこう <laughs> でそだかこう <laughs> ちょっと計算もいいですよそうそう対シェイダシェイダ用として<ー>だからシェイダのその <laughs> フットステージの曲聴いて、うん、結構うわかっけえみたいになって勝つにはこれしかねえと思ってうん でそなんか俺がその番組に行った日本語を超使いたいっていうのは対シェーダー戦もあってみたいなうん、うん、超日本語を使いたいって言ったんだけどはい、はい、なんかこう別にその普段の普段作る曲は全然英語も使うよ日本語だけはないけどうん、うん、基本的に俺は日本人だし日本語でやばい曲を。 作りたいなっていうのはあるちゃんと。でもそのやすきはマジで大ェだせん。なので、ね。そうかもう侍の夫人みたいにこうちょ <laughs> シェーダ聖だーダの城をどう落とすかっていう。そうそうそうそれかかそ。考えながらやってみたり。<laughs> なるほどね。そう。<laughs> キキャンプいやしかもなんかそのシェーダー始まって1時間ぐらいで、はいうん、もうできたみたいない、ね、もうできたみたいな <laughs> そう「ええー」みたいな「今から3つのバージョン作る」みたいな「お」みたいな「危ないねこの子」みたいな <laughs> そうなっちゃって <laughs> そ,うだ、ね、そうそうそうそ,その後に「いやもう日本語だねっていうそうあれなかったら多分あのー。 もしかしたらこう、俺はなんか英語使ったりみたいな感じだったのかもしれないけど。例示、はい、だしね、しかも。かも <laughs> そ<う>得意分野っちゃ得意分野って、基本的に俺がいつもやるジャンルかな。うんうん、そうだし、ねまあ、あんまりまだ日本に浸透してない、たぶん、US でもまだアンダーグラウンドっちゃアンダーグラウンドなの,のかもしれない。まあその、うん トップの人いるけどまあ、ねまあ、基本的なアンダーグラウンドだから、まあ、こうやっぱそこから盛り上げたいしっていう意味も込め私なんかこう日本人は超やべえんだぜっていうのをこう見せたかったねちゃんとなんかめっちゃ個人的にねめちゃくちゃ個人的な、うん、もう本当にあの <laughs> まあとあ忖度とかしても普通に言うと俺レイジあんま好きじゃなかったよ正直なんかあんま合わないというかうん、うん で聴いた曲とかも結構あったんだけどなんか結構俺チルイ系とか曲結構好きでなんか激しすぎるビートがあんま好きないんだよ基本的にね個人的なのでもこの「やすけ」で「おレイジーな」って俺思ったあ本当。リアルああマジ超嬉しいそういうことそういうこうそういは良さをだしんかあれ超ハードのもあれば超チルいのもあるしそうななんだんかこうめっちゃいいんだよ 練習ちょっともっと聞いてみようかなそういう聞けば聞くほどみたい俺らスルメってんだけどやっぱかめばかめばかむそうそうそうょうまあ聴いてってもらってスルメ好きになってもらってスルメにするめにこうスルメ効果スルメ効果だし何か多分ラップスターでこのジャンルやってる人はあんまりいないんじゃないかなとか思ってそうだよね あいつレジ超やるし確確確かかかにににシェイだ分あれはなんかあれだよねあのハイパーポップとかそうね感じなかそうだよねうんエレクトロとかね後ろにちなみにデッドストック一緒ねデッドストックやそうそうそうレイジーレイジーレイジレイジやってる人いないからなんかまあ俺がこうそこでいければみたいな感じだよね確かかになんさまず キャンプとかでさビートチェンジやったの初めてじゃんねうん新しい人入ってみたいなねそうそうで V ロット0時見たらうわマジかみたいなでしょ俺 V ロットくんはもうほんと何年も前も友達で友達と知り合いでそうか V ロット来た瞬間はいもうはいみたいなはいこれみたいなそうだったねそっだったねそっかそっかちょっと行きますか歌詞の内容うん曲層の島国もこっからいいねそっから始まりだね黒い広い日本人がかっぽ そのまま世界にカッポ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 カップカップカッポ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 見せる神風田舎町からどこまで行ける片道燃料積んでさく俺のこの人生は今そうだねうんまあなんかそれ最初はこう牛島君見ててはいはいはいあの天井をかけるってやつがいいんだけど牛島君のうん でそれぞれがそいつは超詐欺師なんだけど <laughs> そ日,本日本は地図のどこにありますかっつってこう <laughs> 日本 日本から見た世界,地図は世界地図は日本がど真ん中にあるんだけど、うんはい、ヨーロッパから見た世界地図は日本は一番端にあってああ味方の問題ねみたいなとりあえず一番東にある国で何をしたいのかっていうのを決めようっつってとりあえず極東の島国ってまずワード入れてみて。なるほどね そ,うそこがだから一番頭に来る予定はなかった別にそのどこそだ,だどっかに入れたいからとりあえず極東の島国行って入れたんだけどそうだなみたいな侍だなみたいなこうどんどん関連付けてって侍かみたいなお「よすけじゃん」みたいな「<laughs> よすけでいくか」っつってこうどん,どん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 。よすけもなんかこうあのー 歩いてたから。他の日本人よりでかくね。<laughs> なんかカッポしてんなこいつみたいな。カッポしてんだけど。そうそうそういう、そういうアニメ、アニメとかそういうのから、なんかこう、受けて、はいなんか、書いてった。いったなるほどね。うん、<laughs> これはそうだよね。なんかストーリーみたいな感じで書いてって言たもんね。だからなんかこう、頭の中で想像できたら超楽しいなと思って。うんうん、確かに。だからまあ、ちょっとその、ね、うん、絵本。 絵本っていうかんていうの本みたいな漫画みたいなそういう感じで描きたいなと思ってすげえな雨が晴れそうだあと少しでマルデシーダーが曇っても晴れるでも傘で顔隠すなる有名人こんな俺もなれる誰かの夢にそうだねんかそこなんだっけな雨が晴れそうだ雨がそこはシーダさんのサンプリングえっと花と雨 あれのなんかそのツーバツーバス目であるんだよ、うん、その「空が曇っても晴れる日」みたいな「ラズベリー型で」みたいなはい、はい、あるんだけどそこいいなみたいなそこは持ってきたりだからこういる実はちょくちょくサンプリングしてたして、ねねうん、雨の茶晴れでもあれなんか。 今日が明日日に手をかけるみたいな今がもう明日に手をかけるは、うん、あのキャンディタウンのイオさんのサンプリング結構昔の曲なんだけどサンプリングだしそのチンコの下りのところはブロンケーだしでもそのシーダのアルマったりそうだ、ね、結構なんかこう <laughs> 昔の日本グラップも。 ね、俺的にはディグっててしくなぜなら超かっこいいからうんこうめっちゃかっこいいんだよしかもなんかい今のシーンよりなんか哲学的な人が多いイメージ歌詞が、はい、歌詞がやばいの昔の日本グラップ <laughs> 歌詞がやばいの多いから結構そういう耳も持ってたら楽しいよっていう意味もあってそういうの入れたりとかしたり。 俺が好きだから勝手にやってる部分もあるんだけど。めちゃいいね。そう。まあそういう文化だし、ヒップホップ時代がね。そういう昔のサンプリングだったりとか。そうそうそう。めちゃくちゃいいね、日本の。そうだからまあちょっとそっちもディグってみたりだとか。確かに。一ても全然楽しいよっていうか。こういう新しいサウンドの中に。確かにね。しかもここをレイジでやるから意味があって。そう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 そそなんかそこでやってみたかったから入れた。なるほどね。こんな俺もなれる誰かの夢に。うううんんん 光る星の数だけ夢を見てた毎日をこの手つかむために俺は燃やす何は魂大和魂すみません大和魂えっ、ー、と昔贅沢は敵未来円卓囲む仲間たち武士とへず食わね度高い妻の用事そうだね,いいねそこあれだね光る星の数だけ、まあ、夢見てたんだようんうんまあそれはもう文字通りで、まあ、なんかこれ手に掴むために俺は魂を してちょっと前からそれかかってて片道燃料とかは神風特攻隊の片道燃料。彼らは神風アタックの時行き道の燃料しか積まないでみたいな見せるよに見て昔贅沢は敵俺もそうだったし貧乏だったから贅沢的だし戦争の時に プロパガンダで贅沢は敵だ」って書いてたから滑りてみたりその中でも燃やす大和魂みたいなそう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 結構そういう日本にちなんだのをいろいろかけてみたりでも「ブッシュとヘズは食わねど高い妻まよっていうのはまあほはブッシュは食わねど高いう子なんだよあっ高いうじなんだけどんかそこちょっとまあ意味現代風に変えちゃうかみたいなはい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 変えて 変えては見たものの、うん、震災のラルフさんに「うん、あの無理してころ言ってますね」みたいに言われて「うん、いやまあそうだけどね」みたいなこう「<laughs> いやまあ、分かるよ」みたいなこう「まあでも伝わるでしょ」みたいなこうその気持ちもありつつそうそうそういう感じで <laughs> はい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 なるほどねつまようじ、ん、ねこう加えて召しってねそうそうそう食わなくても、はい、はいはいはい「<う>七転び八起熱る暇はない今」 俺が見たい夢は枕の上じゃ見れないしな貧乏人暇ない動く東西の僕いや、うん、まあそうだね、うん、どんだけこう、まあ、倒れても、まあ、挫折してもとか、うん、そういう意味かな寝てる暇はないよねっていう、うん、こう、まあ、見たい夢は枕の上じゃ見れないよっていう、うん、そう俺が見たいのは夢を見たいというか夢見たいって感じだからうん、うん、意味分かった今の。 夢を見たいっていうか夢見たいっていうかこう夢を見たいわけじゃないんでああなるほどねんかまあこう夢見たいんだよね夢みたいでああそういはいだからまあ寝て俺が見たい夢はみたいなまあそういう感じでバーッて書いてでまあまあまあそう貧乏に暇ないからもうどこでも行って動くみたいなどこでもライブして動けよみたいな暇なく。 まあそこは、うん、その、うん、なんて言うのかなラップスター関係なく今年絶対それ以上稼ぎたいからっていう意味もあるはいはい、はい、あそうなんだそう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 。かかね、まあ勝手にでまあまあ三百万っていうかまあそんもういっぱい稼ぎたいまあもちろんたまたまラップスターが三百万だったからっていう意味ででまあそんで稼いだら まあ普通にお母さんにバッグでも買ってあげるよみたいなねそうそういいね、うん、なるほどね <laughs> 音の上嘘はない元がゼロ上がるのみ音がへんす日らしいまるで安すけ侍そうだねう元、ん、の上は嘘はないですよとそれはもちろんラッパーだからもう嘘はゼロだねで元があれっていうのはもうこう底辺の生活をしてたからあとは上がるだけだよ、はい っはい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 。で、まあ侍にも二言はないから、うん、まるで俺は安家みたいにやってけよみたいな。うんそう。<laughs> これはちょっと俺あんま分かってなかったんだけど、うん、黒いはらあ肌でも洗えばちゃんと慣れて白い足それは、あのー、悪いことして足を洗うって言い方、うん。言うね、うん。そう、それだね。はいはいはい、そういうことかそうそう肌。まあなんかそれはちょっとこう、なんていうのかな。あのー どうどう説明したいんだよ。まあなんかそう悪いことしててもこう黒い肌でも洗えばその足は綺麗になるんだよ白くなるんだよって意味でこうそういうことねそう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 はいカッまっすぐしながらつましながらうんやってみたりなるほどほほほほほうのろし上げるヒ寄せにぶち上げるこの島国からいやいや後ろビャー上がって俺の俺の煙エーッ上がってぶち上げるこの島国かだね だねステージのこれ火薬とかこういうのあかまあまあとかまあいろいろ、ね、俺の熱気でもいいしスモクークした煙でも何でもいいノルシが上がってんだよね、戦場に赴く、に向かうでぶち上げるそうライブ会場を戦場としたらこうぶち上がってるよねっていうそうそうそう。 風景が見えるよねあそれは多分昔の日本グラップを聴いてるからな気がするけ絶対その影響はあると思う絶対あると思うちょっとおすすめのやっぱ MSCMSC「テ都 <C> <C> 崩壊」っていう何?「テイ崩壊」っていうやつがあるんだけど多分 YouTube で調べたら MSC「テ都、はい、崩,崩壊」と、う、か、んうん、でもちょっとあちょっと 新しい世代いくとやっぱフラッシュバックスフラッシュバックスフラッッシュバックス、うん、まあ俺はそのフェブっていうラッパーが超好きやまあもう今なくなっちゃったんですけどうん、うん、フェブっていうラッパーが超好きだったり、うん、あとはなんかいるかなあとブルーハーブはいはいはい北海道ブルーハーブはもう超やばい <laughs> ブルーハーブやばいっすねやばいっすねとかあとい,いるかな、まあ、C C と あとまあ、フラッシュワックスとか、あとブルーハーブ、あと一人、あと一人言いたいな。うーん、迷うぜ。そうだな。まあでも、スカーズかな。えスカーズ。ス,スカーズも超かっこいいな。なんかもう言い出したら止まんないっすそうだね。それこそシードさんの、 あのー「コンクリートグリーン」っていう、うん、あのミックステープみたいなそれも超超かっこいい、まあ、結構昔のサウンドを聞いてみると意外と今やって なんか逆に新しいなみたいなのもあるあるある<ー>うわなんかあそれこ,うこの時代でやってたんだみたいなのもあるしでもその MSC はマジでもうビートが全部怪しい <laughs> もうだからそれがたまんないくわなんかちょっと不安になるような <laughs> あのサウンドもたまんないしこうブルーハーバーも超心やられるし<ー>もう <laughs> いやもうやっ

結構さ、俺意外だった、意外って失礼かもしれんけどさ、あんま、こう、番組やってて、あんまりこう、昔の、昔だって失礼か上の世代のラッパーさんの名前とか出ることあんまなかったよね。そうそ若い世代から。結構。そう、結構ね、その、やっぱ、こう、俺たちはそう、先人たちの上に、そうだね、今、いるから、確かに。その、ちゃんと、まあ、俺はね、俺はそう思うだけで、こう、それを、 踏まえた上でやりたいというか。そうだよね。それの上で自分を持ってたい。確かに。まあ、あくまで俺は。うんうん。そうだから、まあなんかそう昔の曲、今更ディグってみたりとか。はいはいはい。そうそうそう。逆に。逆にね。そうそうそう。逆張りしてみてみて。これこれこれ。未来世紀日本。これやばい。これやばい。ブルーハーブの未来世紀日本。これマジ、曲八分。八分なのに、 マジその俺がやすけでやってるその絵本みたいなっていうのがあるじゃん。の、まじで超超超超超,超こう上位互巻、もうまじやばい。俺もその初めてなんか知り合いに教えてもらったこれあの8分、マジで小説読んでるみたいやばい、この人たち行かれてるってなってもうまじやばいってなって。そうからこう ブルーハーブ未来世紀日本これ、これ、まじちょっと興味ある人聞いてみてほしいですね、まじやばい、まじやばいです、超、食らう人はまじ食らうと思う、そういうのもあって、結構俺は歌詞にもちゃんとこだわりたいよねっていう、盛り上げる曲とかは全然超フレックスとかでもいいんだけど、基本的にはどんなサウンドでも歌詞はちゃんと考えてたいみたいな。なるほどね いいね,いいね、うん、なんかこうしかも解説あるとこういいよねそうだねだからね自分で歌詞とか読んで自分で勝手に読み取ってほしいと思う逆にと思うそうそれも楽しみの一つなのかなそうだねそうだね,うだねヒップホップとしてねそうそう,うん、うん、こいつの考えぶっ飛んでんなみたいな <laughs> 絶対あると思うからそうそうそういうのもまあ是非 <laughs>、はい、見てってもらえればぜひ日本語ヒップホップで、ねうん すね。俺もちょっとデグリますちょっと勉強します。ちょっと後で聞いてみてください。紀日本これマジいかれてる。あバまないで。どうすかやっぱラップスター。まあファイナルとか。ファイナルすごかったよね。うん、楽しかったね。楽しかった。うん。基本的に緊張はしない。あ、しないんだ。しない。はい。ラップスターファイナルのライブ、自分のライブ本番、当日。 自分の出番までマジでクソベラベラになっちゃってさあそうなんだそう普通にストカン4巻ぐらい飲んでて <laughs> マジ <laughs> そうもベロとかも全然回んねえんだ <laughs> ううやばーみたいな途中で俺もうやべえみたいな歌詞俺そのライブの前日にセトに変えて <laughs> あ,あそうでしたよねうわ、ね、みたいな俺歌詞何にも覚えてないっすつってでもやりたかったんだよ <laughs> なるほどねやりたかったから <laughs> ああああもうそのえ <laughs> その、その日のホテルで、もうこすりつけて、その歌詞を脳みそに。<laughs> もう、入れろっつって、もう無理やりぶち込んで <laughs>、そう、だから超、<laughs> 超頭回しながらライブしてたから、もう、べしゃりも全然あれだったし、でもまあこうい、やりたいことやったし、言いたいこと言ったし、うんうん、何より楽しかったかな。うんうん、だから まあ次、来年来年かどうか、まあ次のあの幕張、来年のラップスター、来年かわかんないけど、まあちょっと出るつもりで <laughs>、今動いてって、そう <laughs> そうね、えー。そうそうそう、もう一回あそこに立つ立ちたいから、はいはい、俺は。<laughs> なかなかだよね。まあちょっとさっきでちょっと話したけど、もう急に幕張か、みたいな。<laughs> うん、まあそうだね。<ー>急に幕張だね。うん。 まあでも急に幕張ぐらいやることはやってきたと思ってるから、ね、はい、はいはいまあ別にそこでこうビビりはしなかったし、普段俺あんまり基本的に緊張しないから、そうなんだ。うん。だからそう、だからその緊張はする,するけど、こうなんか緊張をどう捉えるかっていう、こう、 どっちに持っち持ていくかつもかやっぱ俺は楽しい方に行っちゃうからやばいわもう今すぐ俺出たいみたいな感じになっちゃう <laughs> それが多分俺の緊張してる時か <laughs> る、ね、だからでも全部そっちに変わっちゃう今すぐ出たいみたいな <laughs> だからシャルルさんとかがやってる時とかもう,もう今出てよわみたいなもう,もう,う今行きたいわみたいな感じになってた <laughs> そうそうそうそんな感じすごいねでも超楽しかったもんカッポ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 みんなカッポカッポ言ってくれて超嬉しかったあれそこを言ってくれるんだみたいなもっとこれからちょっとなんか俺のガヤ先輩特許みたいなカッポカッポ売れようからみたいなさっきいろんないろんな曲そうそうなんか特許みたいなやつってもう俺しかないだよみたいな 結構反響あったねやっぱあのあとうんあったねした年っていうかおかげさまで声かけることも多かったうんそうだねでも基本的にあんま話しかけてほしくないオーラみたいなのが出てたっぽくて DM が多いからさっき見ましたみたいな声かけてよみたいなあのはい全然ウェルカムなんだけど普段こう雰囲気がなんかこう 大体一人でいるから。でも<ー>まあ一人でいると何、何<ー>かしらやってもこう,こういう感じだから、喋りかけづらいのかな,みたいな。<laughs> そうかそうか。喋りかけてよ。りて全然いいから。<laughs> なるほどね。全然いいから。え、それ以外変わったことあるなんかラップしてあげて。うん、そうだね。まあ、別にそう、普段やることは別に変わんないけど。う,ん,、うん、うん、なんか変わったことか。なんだろう。ああそうだないろんな人と数字も入ってるもんね。うん。なんかでも、 あんんまり変わんないいつも通りって感じいつも通りなんかそうな,な,んなんて言えばいいんだろう変わったっていうか、まあうん、変わるよねって感じああここからかなそう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 こっから変えるよねってライブとかも、はい、ライブとかはめっちゃ増えたりするしるあれだけど、まあ、それは当たり前としてもっと劇的に変えるために今年はん動きたいなと、はい、これをちゃんとステップにしてはい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 ,ほい,ほい,ほい これで終わりじゃないからねいやいや今年買いたいものがあるの今年買いたいたものは、うん、そうだなえー、何買いたいかなあでもあのうち一個今年っていうよりかは、まあ、将来的に買いたいのはあって島飛んだな島だそう島を買いたい <laughs> こうなんか個人個人的に島を所有してたい <laughs> そこに、こう、なんか、家とか建てて、自分用のね、なんか畑とかやって、家畜とかも話して、なんかその自分だけの島を作りたい。そう、自分で、これはもうマジで。マジでリアル。マジでリアルだ。本当にリアル。もう、すごいよ。これはもうずっと思って、もう超ちっちゃい時からの夢。 マジで島が欲しい。島が欲しいんだそ<う>半端ないねいや半端ないよ。半端,い <laughs> 半端ないから、半端ない、半端ないこうやっていくじかっぽしていくしかないんで。で、島変えるようにちゃんと頑張ります。そうなんだチェーンとか時計とかじゃないんだねいや、なんか別にそれも欲しいけど、うんうん、なんかまあ、そのいや俺、俺のチェーンっていうよりかは、Google、うん、ググマップとか開いてこう、俺の島っていうのがやばいじゃん。<laughs> 確かにそれはやばい島なんだよねこれやりたいその上で時計とかもまあああやりたいしそうそうそうまだやりたいことだらけや結果的にはやりたいことだらけだからまずはやることやってやりたいことやるみたいなグリルとかはグリルとか似合いそうだけどうなんかそれより前に早く強制しちゃおろ俺強制しんねえあ本ん見える俺のことしようかなマジで これ結構大変だでも最初痛いまあそうでんか X クリニックとかやってるんだけど結構やばそうでちょっと俺も20時間くらい経験だよこれやだいやワイヤーとかだったらそこなんだけど1円くらいかかるからまあ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 んかグリルは別になんかそんな興味ないんだよなチェーンとかも別によくて今は自分の作りたいよチェーンとかは別に興味なくその見えないとこに謎に超金かけてたよ おおそういうことね。そう,そうそうそう。逆にね。逆に。はいはいはい。なんかこう、パッチェーンとかは、そう大前提としての話ね。はいはいはい、うん。こうなんか、あ、そ それに、それに金使うんだみたいな。はいはいはい。そういうの大好き。なるほどね。そうそうそう。でもめっちゃわかる俺はなんかこう、今めっちゃ自己、自分改造計画みたいな。ああ、はいはいはい。筋トレとかして、まあ教科もそうだけど。超、超してる。筋トレしてる。やっぱ重要だよね、そういうの。大事だね。大事だね。水しか飲まないし。あ、そうなんだ。基本的に水しか飲まない。水だし、あとコールドシャワーとかもっちゃ コールドシャワー今日もちゃんと浴びてきてああっぱないで、ね、やっぱれ気合入るね朝から「<laughs> あーもうやっとるけ」っつってあの超冷たいんだけどコールドシャワーしてちょープッシュアップして,プてで腹筋やってよしでって,でってそうそうそう <laughs> あとあれも飲む左右 あ左右朝左右飲んでビタミン剤と亜鉛<ー>を飲んでコー,ールドシャワーあ浴びる前に筋トレしてコールドシャワー浴びてよしスタジオ行こうみたいなよしどっか行こうみたいな超気 <laughs> 入ってんじゃんいやでもそれやるから気持ち的にはこう健康なのかなみたいな、うん、いや健康な、うんだそれはそうなんかや,やったり、うんうんうん、いいね ちょっと俺、コードシャワー最近サボってたわ、ちょっともう一回やり直します。なんかその科学的なあれとかは気にせず、朝気合入れ気合入れるっていう。そうそうそう、眠気を吹っ飛ばしたいから。はい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 。いや、めっちゃ重要だと思う。やっぱ、アスリートとかに近いというかさ、音楽やってさ、ステージ上でも動くしさ、自分の体も気をつけないといけないと思うし、見た目も気をつけていけないと思うし、そこ結構重要だよね、そういなんかこう、ちゃんと体に気をつけて。そうだね。だから、マックとか多分俺もう2年ぐらい食べてない。 えー、マックあガチだマママジマジマジえー、そうだ本当にマックも食べてないしすごいねコンビニ屋は食べちゃうんだけどああはいはいまあそうそうホンそ,そ,そんぐらいそのレベルだそうそうそうリスペクトやなやばいっしょやばいねそうやばいんだよちょっと見習います皆さんも見習ってください、ね、ああなんかね <laughs> 別に、マックはね、でも、マンチの時半端ない。だからみんな、俺マック食わないんだけど、みんなでマンチでドライブスルーとか行くと、この匂いマジやられるわ、みたいな。いや、まあ俺は食べないよ、みたいな。でも、たまによく負けて、まあちょっとワンバイトしちゃうけど。まあそれはカウントしない。そうそうそう自分で買っゃう。自分で買ったり。まあワンバイトだし。ワンバイトそう。だから、まあ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 。そういうの、 そういうのあるけど、本当二年ぐらい自分で買ってないし。すごいな。すごい、ちょっとめっちゃ意外だったわ。うん、いいっすね。和食大好きだし。和食好き。米が好きだね、俺。米いいやつ。普通に一日三合ぐれく。一日。そうそう、一食、一食二合とかだから。おお。バカ多いね。バカ食うね。すごいね。その分動いて。動いてね。そう。俺も見習おう。ちょっと飯通しないと。玄米がいい。 玄米がいい玄米が超いい玄米うまくなくないいやうまいねうまいねうまいか俺うまい人うまい人だせり米と漬物汁でマジで飯食うもんとご飯3倍ぐらい食えるぐらいいい超ラバーそうそう米ラバーだからえいやちょっと俺も頑張ろうなんか俺結構 去年、あ、じゃ先月か。結構、毎日、えっと、一日、一日通して、えっと、一日スキップ、スキップして、二日に一回はジムにてたよ。ああ、いいね。そう。まあでもなんか、親しさずで関係なくて、そっからもう、倒れちゃって。だれいな、みたいな。そう。そっから、いやもうね、ジムをしちゃいけないの。血とか出てくるから。ああ、血削り良くなって。そうそう。ああ、なるほどね。だからもう今、一週間ちょっとぐらい行けてない。一週間じゃ行けないから。 なんかじゃあ、あれずればいいじゃん、ソファーみたいなのさ、こうやってちょっとこう、あの、こうだ。そうそうそう、ちょっとまあ、あの、負荷だけかけといて、ああ、確かにね。なんかまあ、できることあるやん。そうだね、ちょっと俺、がめなめてたわ。親指図にいたから筋トレできないとか、調子悪たわすいません。まあ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 ステックステックステックスティックスティッ大事で、いいっすね。そっかそっか、こっからの予定とかあるのこっからリリースとか。こっから、とりあえずこうなって、行きにくいく。

作品を今 V ロットと作ってる。V ロ、うん、ット君と今作ってて、個人的なアルバムも今年中に出す予定で、<ー>だ結構今は本当制作の時期でこうタイミングを見ながらなんかいろビデオとかも貯めたり。はいはいはい したりそう何にもしてない風に今は見せてるそいつラップスター終わってなんかこうちょっと休んでんじゃんみたいな見せといてみたいなそう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 今水面下で動いていや水面下でひっそりここで行ったら全部意味なくなっちゃうなそうねまあでもいいやあまあまあまあいいまあ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 夏まあ夏今もですよね そうだね。8月、8月あ、8月前後ぐらいか。7月後半、9月頭。その間に、その間,でね、その間には出るんじゃないかっていう。ぜひぜひ皆さん。ね。 楽しみにし,てしみにし聞いてください。結構いいっすよ、マジで。いや、BBS プライド俺普通に聞きたいもんで、ね、リリース。<う>ちょっとこれ、わざと聞かせてもらうかな。ああ、面白い面白い。<laughs> そう、結構いいんで、ぜひチェックしてください。チェックしてください。皆さん、ぜひね、ヘズの、で、この水面下の動きとか、<laughs> まあいろいろリリースとかも出てくると思うんで、<laughs> まあインスタグラム。<laughs> ね、すべて、X、TikTok。TikTok もやってなんかやってたんだけど、アカウントログインできるから。TikTok 始めます。TikTok に、あかんよ。X、t インスタ、ここに、やってくんで。ぜひぜひ。ぜひぜひ。皆さんフォローして、あの、これからの活動を応援してくれたなと。お願いします。ちなみに、この間新しいタトゥー入れてきたあああ見たストーリー 何のことや<ょ>ってチュミシてィこれズロって書いてる。<laughs> ズロって書いてる、えー、ズロのあ<ー>ズロ。次のアルバム、俺の個人的なアルバムの名前もズロなんで。えー、だから、そのとりあえずアルバムのあれ入れちゃおうみたいな。そういうことズロ入れちゃおうお<ー>て。ズロってきた。ズロってきた。<laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> いいっすね。かわいいんだよかわいいね。ここからどんどん。あと増えてくる。 タトゥーも増やすし、これタトゥー入れてくれた人もナイジェリアとのハーフなんで。ええマジで熱いじゃん。その人のリンクももしあれあれだと。おー、確かにね。ケン君って言うんだけど。ケンさん。ケン君。そうそうそう。超、超いい感じ。はいはいはい。超、オールブラック超似合うオールブラック系。リコウェイ。リコウェイ。リッツとか超似合うえかっこいい人なんだ。優しいし。優しいし。タトゥーも超入れたい。 めっちゃやりたいもう普通に将来的には真っ黒にしたいんだけどあそのレベルだあもうそのレベル基本的に俺の仲間とか俺も含めタトゥー大好きだからはいはいはいそうんか1個入れるとマジ止まんなくなっちゃうでもこれ入れたの2年ぶりぐらいであそうなんだここは全部結構前なんだねここ本当十1ここ7とか半端ないねうん十七。そんな前なんだそう1718ぐらい半端なそうすげえなでもちょくちょく言ってたけどあれ ちょっと忙しくなったり、もう痛いから。そう、基本麻酔使いたくない人だから。ああ、そう。なんか負けた気分になる。麻酔使うと。悔しい。だから、こう痛みに耐えたいんだよね。そう、やってやるみたいな。そうそう。でも、それ痛いから、ちょっとまあ一回サボってたんだけど。この間、ちょっと行って。おお。それ見て気がするわ。そう、ここからちょっと増えていく。と思う。今年で結構増えると思う。はいはいはい。そういうのも。 ぜひぜひね。ぜひぜひ。ちょっと楽しみですね、ここからのネズの進化。いろいろ、いろいろ楽しみにしててほしい。はい。うん。ぜひぜひ。よろしく。よろしくお願いします。ってことで、また次回のエピソードでお会いしましょう。じゃね p ピ a c オッケーよろすイェー